毎週木曜日の日朝同盟です。私たちは朝鮮半島統一という人とのムンジェイン政権の目標、これをまあ民族の統一はやるべきだと指示をしてきました。そのために統一の時に対馬五島列島が国境になっちゃう。今まで北朝鮮の国境は38路線半門点、この国境が統一した場合、海を越えて対馬五島列島が国境になるだろう。それに備えて絶対に争いたくない隣国であるから、我々は同盟しなければならないということで、今まで3年にわたって日朝同盟という番組で半島の中での出来事すべてを網羅して入れる情報を実践実学大学の山口教授に集めてもらったわけです。これと山口教授も以前から産経新聞の記者として朝鮮半島には長年、付き合ってこられたわけで、そのいろんな情報関係筋から、今日までたくさんの情報をいただいております。ほとんどの情報は現在実際に出来上がっている問題点、今起こっている真実を我々は報道してきました。その中に金正恩が2020年に死亡したと、これをずっと状況証拠を並べて、今まで解説をしてきたわけです。しかしまだ日本人はそんなはずがないと、テレビ出てるじゃないかと、金正恩はテレビに出てるよと、昨日も出たよと、しかし金正恩いわゆる就任初期就任10年を祝う式典があったんだけども、その時には本人出てこないんです。肖像画があった、そして金正恩記念博物館、これが出てきたわけ。金正恩10年のいろんな仕事をした写真とか飾ってある、これは普通は死んだ後に出てくるもんじゃないか、それをあえて北朝鮮のいわゆる報道機関としてそれを出したということは、まあ間接的に死亡をいわゆるもう報道したんじゃないかと私は思う。だからいよいよ金与正さんの表面に出てくる時期が来てるんではないかという感じがします。で、金日成110歳の行事において替え玉偽物の金正恩がひょこひょこと歩いてる横に、女性が一人、奥さんではない、奥様も2年6ヶ月出てきてないから、女性が一人おったいうことにね、報道の中でいろいろ言われてるんだけど、実際の奥さんがなぜ出てこないんだと、ジョンは歩いてる、で2020年には必ずその後ろに、奥さんがおったわけ、制裁が、これが今2年4ヶ月でほとんどおらない、でそれをおらない代わりに別の女性が、キム・ヨジョンさんとは別の女性がうろうろ歩き出してると、
これは何を意味するものか、まだ一回調べてもらいたいと思います。そういうふうに、まだ日本人は金正恩が生きてるという、そういう目くらのような人間ばかりが、この日本の国の戦略をできるはずがないだろうと。隣国のいわゆる事情がわからないか、目くらが運転している、無免許で運転している、目くらが無免許で運転しているような国家で、一体この1億2500万の国民は安心してこれから生活していけるのかと、こんな目くら酔っ払い運転にやね、国を任しておいていいのかという私はね、本当に不安を感じます。今日もまあそういうことで、北朝鮮における別の問題について山口教授のお話を伺います。実践実学大学の山口です。まあ総裁が言われておりますように、北朝鮮ではまあ、やはり金正恩がまあいないんですけれども生きたような演出をずっと続けております。で今、来週、まとめてお話ししようと思っている一つのことが今総裁が、疑問であると最近、正恩なる人物の後ろを歩いている女性がいる。これは、イボ結局ジョンイルですね、お父さんのジョンイルの、女性、ある女性の子供なんですね。それがジョンよりもだいたい10歳年上の姉、イボ姉ということになるんですが、ところがこれがとにかく急に出始めた、急に出てきた、ここにはもうジョンウンの、結局ジョンウンらしき人物の後、それを世話するような世話役ですね。ジョンウンの外交、まあ生きてる時にトランプと会ったりなんかした外交の面でそれを一切、仕事をやったのは、ヨジョン氏なんですね。でそれの偽物の、ジョンの、相手を、イボ姉が、急にこれ初めてなんですね。初めてやね、出てきたということで、これは何か問題あるのかということで来週までに、情報筋がまとめて、報告してくれると思いますので、それは来週、お話したいと思います。はい。ところで今日は、ものすごい去年法律ができました、反動思想文化排撃法。これは、まあ韓国の、いわゆる、韓流のアイドルの、音楽や映像がいけないと、それから欧米のこの映像も音楽もいけないということなんですね。それで、それはそのピョンソンというまあピョンヤンのすぐ郊外にあたるんですが、ピョンソンという都市がありまして、そこの女性のダンス教師が10歳代の生徒をたくさん抱えてるんですが、ここでやっぱり欧米の音楽を流してダンスをしたり、それから韓流の音楽を流したりして堂々とやってたと。ここを立ち入り調査やって集団逮捕したということで大きな話題になったんですね。ところがこの逮捕されたその生徒たち、これが全部党の幹部の子息、息子であり娘であったということで、これがまた
ことが大きくなってるわけですね。この容疑は先ほど言いましたように反動思想文化排撃法の違反ということで摘発されたわけですが、それで、これが今回、キム・ヨジョン氏がずっとこう強烈な指示を出したのは、権力者の息子であっても、娘であっても厳しく処置しろということを指示したということで、これまでにないような強烈な怒り具合だったということなんですね。そんな中で一人の10代の女性が、このおじさんが、党の平壌南道委員会の幹部ということで、もう、地方ではかなりの富裕層だったと。で、この少女がもう街頭で取り締まりやってるのに平気でスマホを動かしたりしてる。もう要するにこの反撃法というのが、施行されてるんですが、こういったことは問題ないんだと。自分たちはもう韓国の映画のそれをファイルを隠してたということが街頭で発覚したということですね。で、少女の供述に基づいて調べたところ、中国との国境に接する新二重というところが、ピョンソンと行き来しているところがあるんですね。ここで海上密輸法に手に染めた連中がそういったものを持ってきて、その党幹部の子どもたちに高く売ると、これ高く売れるわけですね。だからしたがってこういうのがかなり出回ってたという話なんですね。で、この権力層が持ち込んだというのは、今まで見て見ぬふりするのが取締官は多かった。これが、こういうのを徹底的に、やりなさいという指示ですから、公私とともに逮捕されたのは幹部の子供だけ6人なんですね。で、どの機関にもとにかくそこには幹部というのは、党の役職をやってる人、それからトンジュと言われる新興富裕層の、金主金持ちですね、こういった人の子供たちなんですね。だから、このヨジョン氏はもうそれにも構わないと。そういったものに対しては今まで見過ごされた傾向があるんですが、厳罰に、しなさいということで、このダンス講師としては、労働刑、懲役刑ですね。その父親も母親も出頭、いわゆる労働党から除名された。それで、父親は更迭された、撤職と向こうで言いますが、更迭された処分を受けるので、もうかなり、大騒ぎになっているということで、もうとにかく治安を、とにかく安定させようという、のに苦労しているというような状況ですね。いろんな面で、社会不安があるから、はい、そういう国民も秩序を維持するのは、大変な時だとは思うから、はいはい、しかし、そこまでやるべきかどうかは、考えなきゃいけないと思いますね。いずれ、ヨジョンさんが表に出て実質政権をやる場合は、国際社会にある程度こう通ずるような、やっぱり社会に変えないと、極端に今この化石のような国になっちゃったんだよね。鎖国するならですね、はいはいはい、今の時代鎖国ではやっていけないでしょう、はい、鎖
鎖国しない限りではやっぱりどっかと交流しないから、うん、まして120カ国以上の外交ルート、大使館が平壌にあるわけです。あ、そうですね。やっぱりそれもそうなれば大使館との交流だって、うん、まあ鎖国の国、うん、と大使館が交わらないで、うん、交流できないでしょ、うん、だからまあそこまでやる必要は私はないと思います、うんうん、しかし今こういう漁軍が死んで、うん、漁軍が身が裏で政権を担っている以上はね、もう一人でも政権に対する反対者がおるということは、自分がその政権の座に表に立てるまでは厳しくやろうということだと私は思いますけど。そうでしょうね、うん、